元日本ハム投手の高山幸氏が5日、自身の X を更新。改めて、現役引退と一般企業に就職して第二の人生を歩むことを報告した。高山氏は昨年12月末に放送された TBS 系列、プロ野球戦力外通告に出演。現役引退を決断し、広告関係の仕事に就くことが明かされていた。 X では動画で、今後についてはとある会社にお話をいただきまして、働かせていただくことになりました。野球選手としては区切りをつけて引退となりますが、これからは社会人として新たなスタートを切って頑張っていきたいと思います。と報告。続けて、これから社会人として SNS、YouTube の投稿も続けていこうと思っています。 ご指導、ご弁達よろしくお願いします。と語った。高山は大阪桐蔭出身の長身左腕で、16年ドラフト5位で日本ハム入り。プロでは一軍登板なく、20年から3シーズンは育成選手契約を結んでいた。22年オフに戦力外通告を受けた後、NPB 復帰を目指し、関西独立リーグ。 坂井シュライクスでも登板した。昨年9月22年に結婚した妻、レイナさん32との間に長女が誕生。異熟児として生まれ、トライアウトの時点では入院中だった。番組では収入がないままやるのは1年が限界、と語り、トライアウト後に NPB 球団からオファーがなかったことから引退を決断した。